これは嬉しい。第2弾、海洋堂さんのお財布ガエル、この書体がめちゃくちゃ可愛い。いや、これは嬉しい。お財布ガエルの第1弾回してないんですよ。よっと、リーフレット。お財布ガエル2です。全6種1回300円です。海洋堂さんはやっぱ400円ベースが多いんで300円も嬉しい。そう、財布に変える、お財布に入るようなちっちゃいカエルですね。ラインナップこんな感じです。松村忍さん、カエルカエル、これはやばい。みんな伏せポーズでなんかテロテロしてる感じがいいですね。造形的には4種類かな、4種類あるようです。狙いは全種。まずはこちら、赤目アマガエルのアルビノカラーです。アルビノだけど黄色いんだ。あ、でこれ巾着はついておりません。第1弾の時巾着もセットになっていたんですけども、まあそれはしょうがないですね。あの、結構前なんで、その当時よりは何かと値上がってる今ですから、同じ300円で出してくれたのはありがたいところで、赤目アマガエルのアルビノカラーです。この真っ黄色なボディが綺麗ですね。で、この赤目、大きな目、すっごい可愛い。このこじんまりと、サイズも小さめなんですけど、さらにこのこじんまりとしたポーズ、これが可愛い。手足はすごい長いんでしょうね。おー、裏側も細かい。てん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 と、この指たちはたまんないですね。ではお次、よっと。お、なんか美しいですね、この消え入りそうなカエル。あれ、こんなラインナップにいました？造形的にはこれ、フライシュマンアマガエルモドキで、これ結構黄色いですよね。この写真かなり緑色が出てきました。まさにこの言葉が効果を発揮するところですか。フライシュマンアマガエルモドキだそうです。いやー、これは美しい。この透明感とこの緑、まあ、写真の方は黄色で、黄色も綺麗でしたけど、やっぱカエルといえばこの緑。なんか美味しそうなグミみたいな緑ですね。うわ、透けてる。やっぱ本当にこういう透明なカエルなんだ。うわー、この内臓部分、赤い線がグロテスク。うわ、面白い。こだわってますね。で、ちっちゃい、ちっこいです。お次。よっと。お、美しいやつ2個目です。なんかこっちの方がツヤが高い気がするだけかな。で、まあ色に関してはやっぱり緑なんで、写真よりは緑色ですよという感じです。次。よっと。来ました。こいつも気になってたんです。イエアメガエルのグリーンです。この顔見てください。この顔。気持ち悪いですね。すごい気持ち悪い。なんか不思議な顔してる。人面みたい。人の顔みたい。深みのある顔してますね。で、なんかボディもふっくらとしている。他のアマガエルの雰囲気はあるんですけど、それをそのままふっくらさせたような感じ。うん、裏側もつぶつぶでちょっと透明感があっていいですね。あと2個。やっと。お、赤目アマガエルのグリーンです。これ一番狙いでした。こいつね、これやっぱいいな。さっきのアルビノのやつの通常カラーグリーンです。うーん、やっぱこの緑がいいですね。この艶やかなボディ、この真っ赤で大きな目ですよ。で、そう、これ生き物さんの赤目アマガエルです。さすが生き物さんのこのボリュームとポーズ、存在感は圧倒的ですけど、また別のポーズも手に入ってこれは嬉しい。はい、では最後、よっと。すごい引きが良すぎる。最後、シュレーゲルアオガエルでした。で、このシュレーゲルアオガエル、どういう状況なんでしょう。どういう状況、2機が重なり合って、そして後ろに雲のようなもやがかかっております。これ何、交尾中とかそういうこと。ちょっと調べましたら、泡巣だそうです。泡の巣、卵を守るための巣らしいです。木とかにこの巣を作ってぶら下げておくのかな。でも、こうやってカエルが泡巣から顔を出してる状況っていうのはあるんでしょうか。まああるんでしょうね、きっと。こうやって作ったのだから。いや、でも豪華ですよね。泡巣とカエル2体もいるという、これは当たり枠ですね。この2段に重なった前からの顔、なかなかフィギュアでも見れませんよ。はい、というわけで、海洋堂さんのお財布ガエルの2でした。
いやー、これは可愛かった。このちょこんとちっこい感じがたまらんです。で、あと出なかったのがこのイエアメガエルのブルーです。このイエアメガエルも本当独特で、今回このフィギュアで私初めて知ってみたんで、嬉しい出会いでもありました。まあ一応お財布ガエルということですけど、この可愛さじゃもう常に見えるところに置いて眺めていた方がいいですね。ほんと可愛い、おすすめです。